こんにちは、有馬薫です。いつもご視聴ありがとうございます。感謝しています。今日はですね、言葉で幸せになるというお話をお伝えしたいと思います。で、言葉を変えると、現状変わるよとか、人生変わるよとか、こういうふうに良くなるよって、もう耳にタコができるぐらい、ほとんどの方が知ってらっしゃることだと思います。この言葉がこういうふうに変わるっていうことはですね。ただ実践して、やっぱ変わらなかったっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど、これを実践するとほとんどの方が変わるんです。実際に変わった方たくさんいらっしゃいますし、言葉によって幸せになった方っていうのもたくさんいらっしゃいます。じゃあなぜ言葉を変えて幸せにならない人がいるのか。で、一つはですね、もう結論から言いますと、期間が短すぎるんですね。これは他のこととも共通するんですけども、やっぱ続けることによって結果が出ていく。だからこれも同じなんですよ。言葉で幸せになるには、その幸せになる言葉に変えるということを続けていかなければ、途中でやめてしまうと何の結果も出ないまま終わってしまう。これが原因なんですね、一つはですね。それから言葉を変えて、言葉だけを変えても行動が伴っていない、そういう場合にも起こります。ただ段階があるので、言葉を変えていけば必ず行動も変わっていくんですよ。だから結局はその続けないことが、言葉で幸せにならない結果なんですね。だから今日はもう一度ね、聞いたことがあるお話かもしれません、どっかで。でもまとめみたいな感じでちょっと聞いていただくと、お役に立てるかもしれません。まず言葉で幸せになるとはどういうことか、こちらから説明していきたいと思います。私たちが本当に毎日毎日、使っているものって言葉なんですよ。自分が話した言葉ももちろんそうです。ただその自分の、音としてね、発した言葉以外にも、頭の中で自分一人で会話をしている内話と言われるものです。これ無意識にほとんどの方はやっています。気づいてないうちに頭の中で自分と自分が話をしています。これ誰でもそうです。今日のお昼何を食べようかな、家にあれがあったから、今日はそれでいいんじゃないとか、いやあれ食べたくないから、あれも明日にして何か買って帰ろうかとか、あのお店によって食べて帰ろうかなとか、いろいろ出てくると思います。それって会話なんですね。きちんとしたもう会話になってます。ただ人と、する会話じゃなくて、自分の中で言葉に出さずにやっている、これも会話なんですね。ですから人は一日中、例えば家の中にいて誰とも電話でも話さない、外に出かけないから誰とも会わないかったとしてもですよ、それでも頭の中で、何万回っていう会話をやっています。これはもう例外なく、全国民がやってることですね。だからその数が、会話の数は人によって違うかもしれませんけれども、人とたくさん話をする方、自分だけで話す回数が多い方っていろいろありますけれども、必ず人は毎日毎日、一日も欠かさず会話というのをやっています。で、会話というのは言葉で成り立っていますよね。一つ一つの言葉から会話って生まれています。で、この会話がどんな会話なのか、どんな言葉なのか、
自分同士で自分と自分でやる会話、人とする会話、どんな言葉を使って会話をしているか、ここをほとんどの方は意識をせずに会話をしています。自分がどんな言葉を言っているのか、頭の中で話をしているのか、気がつかないままただただ毎日、言葉を発し、何かを考え、自分と自分で会話をし続けて今に至るということですね。で、その結果が今の私たち自分自身です。で、ここを意識しながら会話をするということが、言葉を変えるということです。そして言葉で幸せになるには、今自分がどんな言葉を使っているか、どんな言葉で考えているか、でこの言葉というのは人から聞く言葉、耳から入ってくる言葉ですね。それから目に見える文字として入ってくる情報、これも言葉です。それが自分が発する言葉にものすごく大きな影響を与えています。見るもの、聞くもの、その中に含まれる言葉というのが私たちの大部分を、占める情報ですね。もちろんその言葉、文字とか音以外に、視覚の中に映像のような、それも情報の一つですけど、やっぱり人間は動物と違って言葉の影響がものすごく大きいです。今の現代社会は言葉がなくては成り立ちません。たとえ一人でいても言葉を使って自分と自分が会話をしているということは、毎日毎日言葉を使ってるんですね。その言葉の中身がどんなものかによって幸せになるのかならないのか、ここが決まってきます。意識しないと私たちはマイナスな言葉ばかりを使います。例外なくです。人の脳はネガティブです。なぜネガティブかというと、敵から身を守らなければならないというかなり古い頃のその危機感、危険から自分を守るという、そういう習性が残ってるからですね。でも今はあまり必要ないので、幸せな方に行く言葉をたくさん使うことによって、言葉によって幸せになるということが成り立ちます。意識をまず言葉に向けること、考え方を変えるにはまず言葉を変えないと考え方って変わりませんから、その前の一番初めのスタート段階としてこの言葉を使いましょうっていうお話ですね。ですから例えばありがとうとか、感謝しています、大好きですとか、ありますよね。こういう言葉をたくさん使うといいよっていう、そうすると人生変わっていくって、誰でも知ってることだと思います。ほとんどの人は知ってることだと思うんですけれども、じゃあなんでこの知っているのに幸せにならないのか、その言葉を使わなくなったのか、たくさん使えば幸せになるっていうのを私たちは知っているんですよ。知っているのに使わない、なんでかというと信じてないからだと思います。どうせ言葉を変えようと、ありがとうをたくさん言おうと、人生なんて何にも変わらないし、いいことが起こるはずがないというふうに、それは間違っているかもしれない、おそらく嘘だろうっていうことを信じている。ここに、人がその言葉を認識を持って続けないという
原因だと思います。でもここさえ変えて、いい言葉というのはプラスの言葉です。さっき言った「ありがとう」とか「感謝しています」とか「幸せ」とか、聞いててすごく気持ちがいい言葉、人に言って人が聞いてまた気持ちいい言葉、その言ったことによってもすごく嬉しくなる言葉、この言葉をこの言葉をというよりこの言葉だけを使い続ければ人は必ず幸せになるんですよ。でもなんでこの言葉を使わないのか、そんなに頻繁には使わないのか、それには思考、頭の中でする会話がまずマイナスだからですね。マイナスの考えが出てくるんですよ。だからそのマイナスの言葉を頭の中で会話して、その会話をそのまま今度は言葉として発する。人に向かって言う、自分に向かって言う。だから幸せにならないんです、結果的に。言葉を変えてもどうにもならない、何も変化がないというのはこれが原因ですね。自分の中にある思考、それから自分の中にそういうマイナスが出てくるのに、言葉に対して出す言葉がマイナスではなくプラスって、自分の中にあるものと出すものが違うから、すごく人って違和感を感じるんですね。で、違和感を感じると気持ちが悪いから、自分のな頭の中にあるものをそのまま出すんですよ。そうすると、一致するから違和感が全くないんです。楽なんですね。だからそういうことを続けていく、無意識。そうすると無意識でできます、これって。そのまま出すっていうのは無意識です。でも自分の中にもしかしたらそのマイナスでいっぱいなことがあっても、言葉として発しなかったら、言霊といって発した言葉、これが自分に返ってくるっていう、原理があるんですけれども、これが起こらないですね。いくら自分の頭の中に、自分の中にマイナスな感情があったとしても、それをそのまま言葉として発し続ければそのものが返ってきますけど、ぐっとここをね、変換して、それでもそのマイナスなことに対して、こういうプラスの面もあるっていうことを見つけて、それを言葉として言えば、やってくるのはプラスの、その発したことに対する同じエネルギーが返ってきます。言葉ってエネルギーなんですよ。で、エネルギーというのは、同じ種類、これもいいとか悪いじゃないんですよね。まあプラスマイナスはありますけども、同じ種類のエネルギーが返ってくる。だからやっぱりいい言葉を発すればいいことが返ってくるっていうのはこれなんです。結局エネルギーとして循環して、自分の元に帰って、またいいエネルギーとして出ていって帰ってくる。これを繰り返しているんですけれども、頭の中に、自分の中にマイナスがある方はそのままマイナスを発しています、言葉としてね。そうすると返ってくるのは同じものですね。これ他人のことを言っても一緒です。例えば人に向かってマイナスなことを言った、指摘をするとか批判するとか悪口を言う、責める、怒る、こういうことを人に対して行えば、人よりも自分の方が影響を受けます。人ももちろんその人の中に何があるかによって違いますけど、何も気にしない人ももちろんいますけど、同類のものがあればその方にもダメージはいくと思いますけど、そうでなかったら、返ってくるのは自分にだけなんですよ。相手はどうもなかったり、でも自分には同じものが返ってきます。だって自分の中にもあるわけですから、同じものを発して同じものを受け取るっていう、ただこれだけなんですね。じゃあ幸せを受け取るにはどんな言葉を使ったらいいか、もう考えたら分かります。これ多分子供でも分かりますよね。幸せな気持ちになる言葉ってどんなのって、
子供に聞いたら、何々ちゃんって可愛いよねとか、ありがとうとか、嬉しいねとか、美味しいねって、多分小さな子供でもそういうふうに言うと思います。そしたら同じことが返ってきて幸せな気持ちになりますよね。もちろん言った本人もその言葉を発した途端に笑顔になりますよ。美味しいねって言った時にその後にブスッとする子はいないと思うんですよね。好きなものを食べて美味しいって言ったら顔がニコってなりますよね。何々ちゃん大好きって言ったらにっこり微笑みますよね。つまんなそうな顔しませんよね。でも悪口言った時どうでしょうか。これ子供に限りません。大人も子供も誰かの悪口を言った時どうですか。なんか顔怒ってませんか。そしてなんかすごく不愉快そうなオーラが出てませんか。そうなんですよ。言った本人ももうその時点で、幸せを受け取ってるんですよ。そしてマイナスを言ったら、言ったもうその時にすぐ返ってくるのがこのエネルギーなんですね、言葉の。もちろん言い続ければそれがどん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 自分の中に返ってきます。自分に返ってきます。それを知らない、もしくは知ってても忘れてる、信じてない。だからマイナスのこと、人に対して不愉快になるような言葉を発し続け、そしてそれを自分も聞いてます。言った時に言ったエネルギーを発してそれが自分の耳から入ってきて循環してるんですよ。だから不幸が続いています。そして嬉しい言葉ばっかり、幸せになる言葉ばっかり使っている方はどん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 幸せになっていくんです。これなんですよね。もうご存知だと思います。見てくださってる方も知ってるんですよね。知ってるけどどっかでそんなことしても無駄じゃないかなっていうことで、ただ楽な出し方をしている。自分がただ言葉を道具としてしか見てないから、そこにエネルギーがある、魂が宿ってるっていうのを認識せずに出してるから、ただただ垂れ流してるだけですよね、言葉を自分の頭の中からそのまんま。でもそれじゃあ楽ですけど、現状っていうのは何も変わらないですし、言葉で幸せになるということはできません。まず変えたければ何を一番初めに変えるかというと言葉です。一番簡単なんですよ、言葉を変えるというのは。思考を変える、言葉変えずに思考って変わりません。行動も変わりません。まず言葉なんです。言葉ありきです。だからどんなにいろんな本を読んでもいろんな動画を見ても知識は知ってても実行しなければ何の意味もない。それが言葉を変えるという、よし言葉を変えようって言って、いい言葉を使おうと思ってもたった1日でも持たないんですよね。1日例えば起きて、朝起きて夜寝るまで、今日は全て自分が発する言葉、頭の中の会話も含めて全ていい言葉、プラスの言葉だけを使おうと決めたとします。でもまず寝るまでにプラスの言葉だけっていうのはほぼ無理です。最初はですね、最初は無理だと思います。その半分以上はマイナスです。どんな意識をしてもですよ。意識をしてしてして、それでも半分いかないですよ。なんでと思いますか。もう習慣なんです。マイナスのことを考え、マイナスの言葉を使い続けてきた、それが何年何十年って続けてきてれば
来てるほど難しいんですよね。でも一日それをやってみると、あ、自分がどれだけ今までマイナスの言葉を使ってきて、どれだけ不幸になる言葉を発してきたんだろうっていうのがおそらくわかると思います。だからまず一日やってみたらいいですね。あの今日から、今日からでももちろんいいですけど、明日の朝起きてから夜寝るまでにプラスの言葉だけで統一しよう、まあ一日だけはそうしようって決めてやってみると、本当に恐ろしいぐらいマイナスの言葉がたくさん自分の中にあるのがわかります。人に話す言葉も含めて自分の中のついついこう無意識で考えてるね、あの何かを見た時に、ああまたあの人こんなことやってるよ、だから、こんなことに出世しないんだよとかね、多分いろいろね頭の中で浮かんでるんですけど、会話してるんですよ。でもそれをいつも気がつかなくて、ただただ言葉として流れていく、終わっていく、そしてまた次の日も同じっていう、これをね 何十年も多分繰り返してきてるんですよね。なんかそれを聞いてみたらいいです。自分で注意しながら一日神経をそこに集中して、どんな自分の発する言葉とか頭の中どんな会話があるのかなって見てみると面白いですよ。一日だけって決めてやってみたらいいですね。でそれで、あ、これはもう変えなきゃいけないなって思って変える人も多いです。だから最初の何ヶ月とかはずっと自分の言葉に意識を向け続けて、すごい量の莫大なマイナスな言葉で渦巻いているってことをもう、突きつけられると思うんですよね。でもそうやって徐々に変わっていって、もちろん一日それを毎日続けたとしても、いい言葉だけで終わるっていう日は来ないかもしれません。でも例えば 90% いい言葉だったら人生ってすごい変わりますよね。今までが 90% 以上がマイナスだったのが 90% 以上あのプラスの言葉を使ったら変わらないわけがないんですよね。でそれをあのやりましょうってたくさんの本に書いてあります。こうですよって、こういうことなんですよねって、それからあのこういう映像、 YouTube の映像とかで言ってる人もたくさんいるんですよ。で皆さん結構そういうのをたくさん見てるし、読んでると誰かから聞いたことがあるとかあるんですけど、でも一緒でしょってやっぱ思ってるんですよね。でやらない、そして今までと同じ。だから今日をきっかけに、もしやろっかなって思う人は、まず明日の朝起きて夜寝るまでだけプラスの言葉で行こうっていうふうにやってみてください。すごく面白い結果が出ると思います。ということで、あの言葉で幸せになることは 100% できます。できますので、やるかあとはやらないか、信じるか信じないか、それだけです。はい、ということでね、言葉で幸せになる、ぜひ明日の朝から一日実践を、まあ、実験的にね、やってみようかなと思う方はやってみてください。はい、最後までご覧いただきましてどうもありがとうございます。有馬かおるでした。もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では。